プリキュアシリーズスイートプリキュア、スイートプリキュアは2011年2月6日から2012年1月29日まで朝日放送の制作によりテレビ朝日系列で毎週日曜8時30分から9時に全48話が放送された東映アニメーション制作の日本のテレビアニメプリキュアシリーズの通算8作目にして6代目のプリキュアである本作品も 前作同様二人構成で物語が始まる。タイトルに使われているスイートは組曲を意味する音楽用語であり、そのタイトルの通り、音楽と友情がメインテーマとなっている。朝日放送の松下博之プロデューサーは、今までにない新しい仕掛けを盛り込む、東映アニメーションの梅沢厚都プロデューサーは、音楽をテーマに散らばった伝説の楽譜の音符など、 シリーズ最大のスケールで描いていくとしている。プリキュアの二人がピンチに陥った時に現れる謎の仮面のプリキュアなど新たな要素も組み込まれている。主人公である北条京役の小清水亜美と南の奏役の折笠富子は以前に同時間帯にて放送されていたアニメ明日のナージャにおいてメインキャラクターの声での共演歴がある。また前作に続いて 主題歌を手掛ける工藤真由も声優として出演しており、本作品では音符の妖精、フェアリー・トオン・ミヤクとしてレギュラー出演を果たしている。前作から始まったデータ放送との連動で番組放送中にプリキュアポイントを貯めるミニゲームも引き続き行われた。また番組終了時に表示されるエンドカードは各週ごとに異なるものが表示される形式となっており、 第45から47話では、エンドカードに、スイートプリキュアとスマイルプリキュアの双方のメンバーが登場するコラボレーションも行われた。2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で、後日の通り一部放送スケジュールにも変更が発生したほか、意図的な部分も無意識的な部分も含め、多分に、 震災の影響が盛り込まれていたと思いますと、坂井早急シリーズディレクターがコメントしているように、作品内容そのものに対しても少なからぬ影響が及ぶこととなった。また被災者への応援メッセージとして、2011年5月20日には、東映アニメーション公式サイトで応援メッセージ動画、プリキュアからみんなへの応援ムービーが配信された。また、話数に関しても当初の、 全49話予定から1話短縮され、全48話となった。人間世界とは異なる場所に存在する幸せな音楽の国メジャーランド。そこで年に一度だけ行われる演奏会において歌の妖精、ハミーは世界の人々の平和を願い、伝説の楽譜に記された幸福のメロディを歌おうとしていた。しかし、演奏会の最中、 悲しい音楽の国マイナーランドの王メフィストが現れ、楽譜を不幸のメロディに変えようとする。メジャーランドの女王アフロディテは音符を別の世界である。人間世界にばらまいて、それを阻止したが、散らばった音符を取り戻すためメフィストは、配下のセイレインとトリオザマイナーを、アフロディテは、ハミート七体のフェアリートーンを人間世界に使わす。一方、人間世界のカオンチョウに住む教は、 かつての親友である南の奏とすれ違う日々を送っていた。そんな中、二人はハミーやマイナーランドの資格たちと遭遇し、なし崩しにプリキュアの戦士キュアメロディとキュアリズムとして目覚めることになる。最初はすれ違いの出来事を引きずって喧嘩の多い響きとそうであったが、徐々に友情を取り戻していき、プリキュアとしても一歩ずつ成長していく。やがて、 ハミーと対立していた、セイレーンも、様々な出来事を通じて和解し、黒川エレンとしてプリキュアに覚醒。三人のプリキュアは互いに助け合って、メフィストや、トリオザマイナーの襲撃を打ち破っていくが、やがて謎の仮面のプリキュア・キュアミューズの正体が、長編アコだったことが判明し、キュアミューズとメフィストとの、驚くべき関係へと、マイナーランドを裏で操る真の黒幕。 ノイズのの存在が明らかになっていくのだった。響きと、そう、私立、アリア学園中学校は2年に A 組のクラスメイトで、エレンを第28話から通うことになり2人と同クラスになる。アコは私立花音小学校の3年生である。一人称は全員、私。幼馴染同士の響きとそうの2人は、呼び捨てで呼び合っている。 エレンとアコの呼び方と呼ばれ方については、各々の項目を参照。プリキュア全世界の音や音楽を生み出している国。伝説の楽譜に記された幸福のメロディを年に一度、選ばれた妖精に歌わせることで世界の平和を守っている。住人は人間に酷似したものや、動物や楽器を擬人化したものが入り混じって存在している。住人の一部には、 虹色の鍵盤を発生させる能力を持っている者も,もおり、この能力はメジャーランドなどへの移動手段になるほか、鳴らすことで足場にしたり、エネルギー波を発射して敵を拘束したり、音波攻撃を反射したりと様々な形で活用される。王族妖精、プリキュアの敵対勢力。王であるメフィストが率いる嘆きと悲しみに満ち溢れた国だが実態は、 悲しみの結晶であるノイズが操っている。赤黒く霧がかった地帯を本拠地にしているほか、人間界での活動においては、カオン町の時計塔を拠点にしているが、精霊園離脱後は灯台を拠点にしている。すべての世界を悲しみに染めることを目的に掲げ、その目的の達成の阻害となる伝説の楽譜に記された幸福のメロディを不幸のメロディに改ざんするため、 大音楽祭の日にメジャーランドへと進行して伝説の楽譜を強奪することに成功するが伝説の楽譜に宿していた楽譜の音符はアフロディテによって人間界へと逃される放たれた伝説の楽譜の音符を回収するために人間界へと進行し音符の創作及び強奪を主な任務にしているほかその目的を阻止してくるプリキュアの討伐も兼務している しかし、真の目的は、嘆き悲しむ人々から発生する不幸のエネルギーを、ノイズに送り込んで復活させることである。ノイズ以外は、全員、悪のノイズで操られた、メジャーランドの住人たちであり、ノイズの影響を受けているものは音楽を憎悪するようになり、音楽を聴かされると苦しむほか、音符が取り付いているものを、怪物、ネガトーンに変える能力を持つ。 黒幕上層部鳥座、マイナーバスドラ、バリトン、ファルセットからなるコーラス隊、紫色のマントをまとっている。もともとは、メジャーランドを守る三重士だったが、洗脳されたメフィストによって、悪の心を植え付けられ、マイナーランドへと寝返った経歴を持つ。三人は鳥に捕食される、両生類をイメージしてデザインされている。基本的に仲がいいために三人揃って行動し、 声を合わせて歌ったりする。上司である聖霊には忠実だったが内心では互いにその存在を疎ましく感じている。また歌声には人々を悲しませる力があり、普段はネガトに戦闘を任せて指揮をしているが、3人で行う合体儀、トリプルマイナーボンバーを持っており、戦闘自体を行うこともできる。第22話以降は、 精錬が離脱したことを受け、誰か一人が代わりにリーダーを務めるようになるが、次第にリーダー役を決めることをやめて、入れ替わりで担当するようになる。一応、任務の音符探しは行うが、三人とも雑念や煩悩にとらわれやすく、任務を放棄することも多い。第26愛降は、失敗続きに似合したメフィストによって悪のノイズを放つヘッドホンを装着され、 姿や力などが強制的に強化される。また、骨で構成された3人乗りの乗り物が登場する。第36話以降はメフィストが離脱したことを受け、ファルセットの真の目的であるノイズの復活へとより表面的に動き出す。事情を知らなかったバスドラとバリトンはファルセットによってノイズの力を与えられ、強制的に怪物のような姿へと強化される。 第46話ではノイズに吸収されるが、最終回ではノイズが浄化されたことにより、石化状態となって残され、さらにハミーが幸福のメロディを歌うことにより石化が解かれて、生還する。そして、元のメジャーランドの三重師の姿に戻り、最後はプリキュアたちに感謝して、別れを告げて、メジャーランドに残った。テレビシリーズの後日談にあたる。 小説スイートプリキュアでは3人とも人間界に移住しており、カオン町にある楽器屋の店員として働いている。また、エレンのバックコーラスとしても活動しており、彼女と共に CD デビューを目指して奮闘している。人間界で住んでいる際には、髪型や服装を一般のものにしている。その他怪物プリキュアが戦闘中の目撃はしているが、 ネガトーンの音波で深い悲しみによる前後深くあるいは気絶状態になったり終盤ではノイズに石の姿にされたため目撃は少ない。また響きたちがプリキュアであることとハミーの存在も知っていない。北条や南の家史立、アリア学園中学校本作品におけるプリキュアはメージャーランドの伝説として語られる心にハート型のトート記号を持つ者が変身できる。 戦士として位置づけられている。変身する前に敵の悪行に対する憤りを絶対に許さない。と叫ぶことが決め台詞のようになっている。変身はキュアモジューレにパートナーのフェアリートームを装着した後、レッツプレイ、プリキュアモジュレーションという掛け声で変身する。変身後、届け、人の組曲、スイートプリキュアと揃ってポーズを取る。 変身終了後の立ち位置は、向かって左から第1話からメロディリズムとなり、ビートは第24話からメロディの左側に、ミューズは第37話からメロディとリズムの前に立つ。プリキュアたちは、ハーモニーパワーと呼ばれる仲間との心のシンクロによって、力を発揮するという特殊な能力を持つ。メロディとリズムが変身する際にはこのハーモニーパワーによるシンクロが必要で、 息が合わないと変身することすらできなくなり、変身中であっても仲違いが起こり心が離れ離れになると変身が強制的に解除されてしまう。また、変身者の心が弱っていたりすると全力を出せなくなる場合もある。なお、後に登場した B とミューズは単独変身が可能だが24話からは基本的に3人または4人で同時に変身している。 敵であるマイナーランド陣営が人々の悲しみや不幸などを望んでいることもあり、戦闘に一般人が巻き込まれることが多々ある。また、戦闘が終了しても周囲への被害は基本的に修復されないが、ネガトーンの音波攻撃の効果は消える。一般人は戦闘と前後して発せられるネガトーンの音波によって前後不覚になるほどに悲しみに沈んでいるか、 気絶している場合がほとんどで、戦闘の様子をしっかりと目撃できた者も,も少数のため、一般にプリキュアの存在が広く認知されているわけではない。またプリキュアの正体が一般人に知られることは特に禁じられていないものの、響きたち自身は前編を通して一般人に対し自らがプリキュアであることを原則的に知られないように行動している。第一話で、 工場鏡が変身した姿。変身時の名乗りは、つまびく荒ぶる調べ。キュアメロディ。イメージカラーは、ピンク色。髪色は茶色から淡いピンク色と著しく変化し、髪型もツーサイドアップのロングヘアーから縦にロールした、長いツインテールに変わる。頭部には、マゼンタ色のリボンのついたカチューシャをつけている。瞳の色も変身前と比べてもかなり鮮やかで。 明るい青色に変化する。コスチュームの基本色はマゼンタ色で、本作品のプリキュアでは唯一腹部を露出したコスチュームになっているが、ハイウエストのスカートを着用しているため、へそは隠れている。袖はフリル状になっており、腰には向かって左側に薄いピンク色のリボンがついている。アームカバーは手首周りを覆う程度の長さで白いラインが入った。 オーバーニーソックスに編み上げの入ったショートブーツを履いている。また、イメージカラーと同色のハートのイヤリングをつけている。第1話で南の奏でが変身した姿。変身時の名乗りは、つまびくは、たおやかな調べ。キュアリズム。イメージカラーは白色。髪はオリーブ色のロングヘアから淡いレモン色の長いポニーテールに変化し、頭部には、 白いリボンのついたカチューシャをつけている。瞳の色も変身前と比べてもかなり鮮やかで明るい緑色に変化する。コスチュームの基本色は白色で薄いピンク色のラインが入っている。袖はパフスリーブになっており腰には向かって右側にピンク色のリボンがついている。アームカバーはメロディと同様。編み上げの白いロングブーツを履いている。また、 薄いピンク色のハートのイヤリングをつけている。戦闘ではメロディーをサポートするような行動が見受けられる。また、必殺技を単独で放った後には徒歩でフレームアウトするという独特なフォロースルーがある。第21話で黒川エレンが変身した姿。3人目のメンバーで4人目のプリキュア。変身時の名乗りは、つまびくは魂の調べ。キュアビート。 イメージカラーは青色。髪は向かって、右側を黄色のシュシュで言った暗い紫色のロングヘアーから、左側にセイレーンの縦髪に似た羽毛と青いハートが、ついた髪飾りで束ねた、淡い紫色の長いサイドポニーに変わり、その毛先はカールしている。髪の毛を撫でたり弾くと、エレキギターのような音が出るような演出がされたことがある。瞳の色は金色で変身前と、 あまり変化がない。初めて変身した第21話では胸にキュアモジューレが装着されていなかったが、続く第22話でハートのトート記号が覚醒してからは他のプリキュアと同様になった。コスチュームの基本色は青色で、袖はキュアリズム同様パフスリーブになっている。また、後ろ腰に細長い水色のリボンがついて、オリソの尻尾は、 他の3人と比べると大幅に長い。メロディやリズムと異なり、アームカバーは手の甲を覆うデザインとなっており、リボンが付いていない。足首に白いリボンが巻かれた青いニーハイブーツを履いている。また、スカートのフリルはメンバーの中でも最多の6層となっている。また、イメージカラーと同色のハートのイヤリングを付けている。長編アコが変身した姿。 三人目のプリキュアで四人目のメンバー。プリキュアシリーズ初の小学生プリキュアでもある。当初は正体を知られないように仮面で素顔を隠していたため二つの姿がある。ここでは便宜的に仮面をつけた姿を黒ミューズと呼称する。共通の特徴は額の中央に赤いハートマークの飾りが装着されており、瞳の色が変身前のオレンジ色からマゼンタ色になることで、 瞳の色については、歴代のプリキュアの中でも変化が著しいのが特徴。名前の由来は、ギリシャ神話の芸術の旧女神、ムーサイ。第47話で、フェアリートーン8体が合体して誕生した、クレッシェンドトーンの力によって、さらなる変身を遂げたプリキュア。4人それぞれのメインカラーが薄くなっているほか、肩や頭頂部のリボン状の部分が羽のような衣装に変わっている。 背中には金色の翼のようなものが追加され、腰の周辺からお金のようなものも見受けられる。なお、正式名称はテレビシリーズで明かされておらず、変身時の掛け声もない。登場自体も一話限りだった。以下の名称は、東映アニメーション公式サイトの各あらすじによるものである。朝日放送の公式サイトでは、奇跡の変身と記されている。各プリキュアが、 変身や攻撃などに使用するアイテム。シリーズディレクターは前作にて各話演出を手掛けていた坂井早急が担当。坂井がワンピースフィルムストロングワールドの終盤制作に取り掛かっていた頃、ハートキャッチのシリーズディレクターである長峰達也に演出として急に声をかけられ、その流れでプロデューサーの梅沢から来年一年付き合えというメモをもらい、 参加が決まったという。またシリーズ構成には、それまで舞台や映画などで実績のあった大野俊也が新たに起用された。音楽は前作に引き続き高梨浩二が担当しており、BGM の一部には女性コーラスが参加している。幸福のメロディ、不幸のメロディにボーカルを使用するのはプロデューサーたっての希望であり、また高梨のアイデアで二つのメロディは、 楽譜上の音符の音歌の構成が同じという仕掛けになっている。歌唱を手掛けるのは前作ハートキャッチプリキュアと同じく工藤真由と池田彩であるが本作品では OP と ED の担当が逆転した形となっている。本作品では中盤より OP 曲が変更されこれに伴いキャラクターや映像も一部マイナーチェンジとなった。24話から 映像の一部が、キュアビートの加わったものに変更し、38話からは、キュアミューズとノイズ、最終形態のトリオザマイナーが加わった映像に変更された。37、46、最終話では、アバンタイトルなしで、番組開始後即オープニングが流れた。エンディングアニメーションでのプリキュアたちの踊りの振り付けは、全2作に引き続き前田健が担当した。特番などによる、 放送休止、時間変更などは以下の通り。一部アニメ雑誌において、まだ宮崎放送が遅れネットを実施していなかった時期に番組紹介のコーナーで本作品が宮崎放送で日曜15時30分に放送されているといった趣旨の誤った記述がなされていた。また、全番組であるハートキャッチプリキュア、でも同様のミスがあった。 女神マガジンの項も参照。放送時間はいずれも現地時間。これまでのシリーズ同様、仲良しにて、神北双子による漫画版が2011年3月号から2012年2月号まで連載された。連載文は、スイートプリキュア、お話ブック。丸ごと、キュアビート。と、スマイルプリキュア、スイートプリキュアお話ブック。に、収録。 後者には描き、卸しの最終話も掲載されている。また、2015年3月6日にプリキュアシリーズ10周年と、仲良し相関60周年を記念し、プリキュアコレクションと名打って、ワイド KC 仲良しより、単行本が発行されている。いずれも、発売元は、マーベラスアクル。また、本作品により、音楽 CD の販売元が、 従来のゼネオンユニバーサルエンターテインメントからソニーミュージックディストリビューションに変更となった。サウンドトラックボーカルアルバムの詳細についてはスイートプリキュア、サウンドアルバムを参照。いずれも発売元はマーベラスアクル。また本作品より映像ソフトの販売元が従来のポニーキャニオンから TC エンターテインメントに変更となった。この記事は 以下のカテゴリでも参照できますスイートプリキュはメロディコレクションに関するカテゴリ。ありがとうございます。